無事明けましておめでとうございます。新年のご挨拶でございまして、本当に、いいお正月でございまして、もう、空はまあいろいろ大変、もう大変の本当ですよ。私なんか今日1日の日、ポンコツに乗ってましたらね、後ろからもう他の車にぶつけられちゃって、音が良かったですな、1日だけに元旦なんて今年は昭和50年、本当に、うさぎの年でございまして、本当にだからもう今日ぴょんぴょん飛び跳ねなくちゃいけない、本当ですよ。もうだから大変、今日は今年の元日に本当にめでたかったのは、うちの知り合いのお坊さんが2人見えまして、これが本当にめでたい、お正月2というくらいで でもお正月で、本当におめでとうございますが、何が一番おめでたいと言っておめでたいのがご結婚式、若い男の方と女の方、三三九度のお杯、あれが一番おめでたいんだそうで、お嫁さんから始まってお婿さんへ行き、お嫁さんに来て収まる、お嫁さんの方が一杯余計飲めて勘定は旦那が払うと、こういう意外と大変、本当におめでたい、ね、ですから大変、落語の方もたらちねというごくおめでたい、一番おめでたい話がございました。八っつぁんや呼んだのほこでもないがこっちへ上がり、どう、大家さんなんかお呼びだって言うんで、そうそう、お前さん年はいくつになった、26、そう、大工の仕事が一通りできる、持つものを持たなくちゃいけないよ持って重たかったら下ろせって、いやそうじゃない、宅配じゃない、もらうもんをもらいなさいもらうもんって猫の子ですか、いやそうじゃない、お嫁さんだよ、お嫁さん、お嫁さん、女の、いや 男のお嫁さんっていうのがあるか、他相手は他でもないが、今年年が18、器量が10人並み優れていて、女一通りのことができよってんだが、どうだい、願ったりかなったりですね、器量が10人並みで年が18で女一通りのことができよなんて、ください、まあ手を出して猫の子もらうんじゃない、まあ、ちょっと断っておかなくちゃいけないが、ご結婚の式までこのお嫁さんに傷があるで、私も変だと思ったんですよ、私みたいとかそんなもん嫌だな、来るわけがない、器量が10人並み優れていて年は18で女一人で、傷っていうの知ってますよ知ってんのか夜中一緒に寝てる人、お嫁さんの首がニョロニョロってあんどんな油、ろくろ首じゃないよ、こうじゃない、じゃあ寝しょんべんで、そんなこと寝しょんべんならしてもいいですよ、私だって時々やるよ、なバカなことを言ってんじゃない、言葉が丁寧なの、言葉が丁寧っていうのを奥に生かしていいじゃありませんか、丁寧すぎて分かんないことがあったんで、こないだも風の激しい朝、往来でパッタリ会うと小腰をかがめて言った言葉が分からない、なんて言ったんです、本調は毒激しゅうして勝者ガンニュースと言った英語ですか、それ英語じゃない、根性はというから、今朝はドフ風が激しいんで砂ぼこりが目ん中に入る、これをまとめて言うと根性はドフ激しゅうして勝者ガンニュースだ、ガンニュースですかね、で親になってたら、私だってなんか分かんないこと言ってやろうと思ってな、スタンプ用でござる、余計わかんない、スタンプ屏ってな、そばを見ると道具屋さんがあってタンスと屏風があったから、それを逆さまにしてスタンプ屏でござるだそうですかね、私ならそんなこと言わないな、私なら臨死利得でねござる、なんだそれは、真ととっくり逆さまに、なこと言っちゃう早く家に帰って今夜5円組だ、式をあげちゃうから、そんなこと言ったって、いやいいから早く家に帰って、あの洗濯かなんか、いや洗濯じゃない、あのほら間違えちゃいけないよ、掃除やなんかしておきな、へえ分かりました、どうありがたいな、今夜おみさん急に決まっちゃったんだからな、ありがたい、ほんと驚いたな、言葉は丁寧だって言うからね、なんて呼ぶだろうな、こっちの人とかなんとか言うこっちだって何事でござる、やっぱりこれ良くないな、
やっぱりあなたってなんだ、今日はお寒いのにお仕事お疲れになったんじゃございません、お前の顔見て疲れやしないよ、まあ嬉しいわあなたなんだよあなたと呼べばあなた、うち通り過ぎちゃったこれ、のり屋のおばさん、今夜お嫁さん来んだよ、給料が12人並みすぐなって大変なお嫁さんだよ、支度してあんまり首あそう首出さないと大丈夫、こうやって掃除ができて見るとお嫁さん来んな、待ち遠しいな、これからだってご飯食べるだって今まで一人みたいにコッペパイ味噌つけてかじっちゃうのかわけあ、来た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 、お嫁さんと大家さん、お嫁さんがセッター、大家さんこまげた、セッターがチャラって言ってこまげたがポケチャラポクチャラポクとくりゃこっちが通り越しちゃったな、なんバーなんだい酒屋の小僧じゃないか、今お嫁さん来るか来るかと思って待ってるのに、せっぱせったとこまげたと片っぽずつ飽きやがってしがることはないのが修正です。お前の夫の口だ。どうぞ。ハッツァンや、お嫁さんを連れてきましたよ。お嫁さん来たんですか。ありがとうございます。今来るか今来るかって酒屋の小僧を脅かしてたとかなんですよ。ずっと来、ずっと来。あんまり奥行くと裏に抜けちゃいますけど、どうぞ。あこちらへ。ハッツァンはそこへ。私はここへ座を閉める。さあ。八っさんや、仲人は酔いの口と言うからな、高さんをやだけ、うん、高さんをや、この裏船に歩をあげて、それではこれで私はおめでたくおしら、大家さん、大家さん言っちゃっちゃダメだよ、大家さん、内緒言葉はスタンプ病の方なんだから困って、大家さん言っちゃってしまう綺麗なお嫁さんだな、俺は運が、あ大変なこと忘れちゃった、お姉さんの名前聞くの忘れちゃったもう何しろスタンプよ臨死離得だからねこんばんは、どうお忙しいとこ恐れ入りなあ何でございまして最大物価の方もだんだん上がって、あそうじゃん、実は大変なでございまして、まあ早い話や、あんたのお名前を聞きたいんでございますが、自らことの生命を説いたもや、いや、おやさん、いや、生命さんは横丁に住んでるんですけどね、そんなもんじゃない、お名前を聞きたいんですが、自らことの生命を説いたもや、父は教頭の三にして姓は安藤、名は敬蔵、あだ名は五甲と申せしが、我が母33歳の折あるよ誕生の体内にいるお夢見、わらわを解体し、と月10日の月見して生まれ落ち、質屋に賜る生命は、鶴女鶴女と申せしが、これは幼苗成長の後は、これを改め亀女と申し、食べるな。大家さん、あれ驚いた、随分はべっちゃったねこれ、すみません一度じゃ覚えきれないんですがね、ここんとこお手数でも書いていただきますどうもね、ここにあってこれ読まなきゃなんないからな、そこに来てうちの裏の熊子なんかな、名前がおかよさんって言うんだろ、仕事から返して、おかよ今返した世間とデビューに取ってくれて、こうだっていいけど、俺んとここれいちいち懐入れて読まなきゃな、お風呂へ行くの時間ですよなんて言われちゃうとほんと大変だな、これお湯だからいいけど、近所で火事なんだったら止まりませんよ、じゃんじゃんじゃん、おにきょうにこいでえきよりのじゃんじゃんじゃん、おー火事はどこだ、隣隣に、まあ、かかんでてんですよ、じゃ起こさなきゃね、早く起きなさい、自らことの洗面を持ったもえ、死は元京都のおうちの三人して、それは安藤縄製造、あざなはこう、これ大変なこと、その晩は何事もなくお休みになりまして、夫婦のめでたきちぎり、翌朝お嫁さんが先起き出まして、朝毛の支度、お身をつけのお身にするものがございます、当時のお話でネギ屋さん天秤片手に、ネギ屋ネギ岩月ネギ、ネギ屋ネギ岩月ネギ
これこれ門前に一応なす。おのこやおのこ。確か今布子や布子って言った。私ですけどね、その方の携える一文字草、はたいいかほどなるや。これ一文字草って、これ年位って言うんですけどね。そういや、おくる聞いたことあります。これはあたい一は八文です。一は八文とな、メスやメサヌや我が君にとまで、門の関根に控えておじゃ。タラチネというお笑いで。